城和樹です。今日はこれを紹介したいと思います。じゃん、秋葉原のなごみスタイルカフェさんと岩下の新生姜さんがコラボしたニーハイソックスです。はい、こちら先日 M3 という音楽イベントに参加させていただいた時に、隣のスペースさんがなごみスタイルカフェさんでして、秋葉のカフェなんですけど、漫画カフェなんですけど、私ずっとそこでお世話になってたり、こうサインもお貸していただいたり、いろいろとお世話になっている場所です。お世話になってます。めっちゃ可愛いんですよ。それでですね、なごみスタイルカフェさんが、カジュニャンさんこちらどうぞと3つセットでなんといただきました。ありがとうございます。本当に可愛くて、結構インターネットのツイッターとかでいろいろ出回ってたんですけど、もうこのピンクはなぜピンクかというと、多分新生姜の生姜のカラーだと思うんですけど、もうリボンとレースとピンクと、もう可愛くて仕方ないです。もうこういうの大好きです。本当に可愛いです。なのでこれがちょっといい感じに履けるようにメイド服を着てみました。ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、ということで早速履いてみたいと思います。いやー、これなんか開けるのがもったいないですね。本当に可愛い。じゃあこれ開けてみます。いやー、ニーソックスすごく大好きで、あー、失礼します。開けます。ここにもちゃんと岩下の新生姜さん、なごみスタイルカフェさんのコラボ商品という感じです。よいしょ。おー、すごいいい感じのニーソックスですね。生地も分厚くて履きやすそうです。先っぽにもハートがついてて、めちゃめちゃ可愛いです。よし、履いてみます。履きます。よいしょ。あ、ここにちょうどリボンが買ってくるんですね。かわいいです。めっちゃかわいいです。よいしょ。お、しかもここがキュッとなってるのでずれ落ちにくそうです。こんな感じで履いてみました。あー、いいですね。かわいい。めっちゃかわいいです。すっげーかわいいです。あー、後ろこんな感じです。後ろもかわいい。あら、落ちた。めっちゃかわいいです。いや、これはすごい。これもこっちもあるんですけど、ちょっと開けてみますね。じゃーん。はぁ、めっちゃ可愛い。これもこうなって、こうなって、先っぽがもう半端なく可愛いです。裏もこうなって、こうなってます。最後1種類もじゃーん、こんな感じで、裏もこんな感じ。え、もう本当にただただ可愛いね。こんなんかもう囲まれて寝たい、埋もれて寝たいです。なんかもうむしろマフラーにしたいぐらいです。本当にこのなんか赤と白とピンクとこのコントラストがもう女子にはウハウハでたまらない感じです。いや、これちょっとなんかいろんなイベントとかでこれからも履いていこうと思います。もう一回。よいしょ。なんか画角が悪くて伝わりにくいかもしれないんですけど、本当にただただ可愛いです。イエーイ。はい、ということで岩下の新生姜さん×なごみスタイルカフェさんのコラボのニーソックスでした。こんな感じです。うーん、あ、三脚の足があれなんですけど、こんな感じでめちゃめちゃ可愛いです。はい、ということで今日は岩下の新生姜さん×なごみスタイルカフェさんのニーソックスを履いてみたでした。ありがとうございました。よかったらこのここにチャンネル登録お願いします。ということで宇城和樹でした。ありがとうございました。